アベンチュラは日本の競走馬である。主な勝ち鞍は2011年の秋華賞。馬名の意味はイタリア語で冒険。2010年6月20日に阪神競馬場の2歳新馬戦でデビュー。このレースにはディープインパクト3区発の出走となるシュプリームギフトや後のニュージーランドトロフィー勝ち馬のエイシンオスマンといった評判馬が出走しており、その中でアベンチュラは単勝 3.7 倍の2番人気に支持された。レースは中断を進み、直線では上がり3ハロン34秒4の末、足を繰り出し3馬身1、2の差で快勝した。2戦目の重賞初挑戦となった10月2日、札幌競馬場の札幌2歳ステークスは2番人気で、出走、レースでは中団後方から足を伸ばしたが、オールアズワンの2着だった。その後、12月12日阪神の阪神、ジュベナイルフィリーズではスタートで出遅れ後方からレースを進んだが、スローペースが響き4着になった。その後、右前第3種根骨が判明し、長期休養に入った。復帰初戦となった2011年7月30日のイサリビステークスでは、道中好位の4番手を進み、直線で先頭に立つと、シルクアーネストの追走を3馬身差で抑え2勝目となった。8月14日のクイーンステークスではコスモネモシンを首差抑え、重賞初勝利となった。クイーンステークスから直行した秋華賞では当初はエドガー・プラードが騎乗予定だったが岩田構成に変更となった。2番人気に支持されメモリアルイヤーの大逃げというレース展開から最後の直線で早めに抜け出すと、京和ジャンヌ、一番人気のホエールキャプチャの追走を封じて一着となり、GI 初制覇を果たした。11月13日のエリザベス女王杯では、好位の7番手で足をため直線で外から襲いかかるが、後方から足を伸ばした、スノーフェアリーにかわされ首差の2着となった。後日、競走中に、両第三種根骨骨折りを発症していたことが判明した。その後も復帰に向けて準備を進めたものの左前第三手骨骨折が判明し、復帰に時間がかかることから2012年6月15日付で競走馬登録を抹消。引退後はノーザンファームで繁殖馬となった。以下の内容は NETKEIBA.com の情報に基づく。ありがとうございます。